はい、ハルです。今回はですね、ペベオっていうところから発売されているゴールドのねペンを使って絵を描いていこうと思います。まあ、ペンを使って描くって言いながらね、まあ、いきなりモリモリしてるんですけど、あのペンのねレビューが見たいっていう人は、1分40秒ぐらいまで飛ばしていただければなというふうに思います。まずはね、土台となるモリモリを行っていきます。今回はね、青色系で描いていきます。で、使っていくこのペンが、私今回ゴールドを購入したので、まあ、明るい、ね、色になるので、暗い色、まあ、青といってもちょっと濃いめの青を使いつつ、このゴールドが、ね、映えるように土台を描いていこうと思います。でね、このペンかなり優秀で、あの私がね前使ってたのはホワイトの糊みたいなペンで描いてから、上からね、あの金の紙をかぶせることでゴールドのラインになるっていうのを使ってたんですけど、今回はね、このペンから出るのがそもそもゴールドで出てくれるので、めちゃめちゃ使いやすいです。はい。で、まあ、最初にね、モリモリしていくんですけど、今回はね、お花にしました。で、結構、細かくね、花びらを描くというよりは、もうざっくりといった感じで、この最初の花を作る段階、苦戦しましたね。うん、なんかぐちゃってなってて、花っぽく見えないなってことで、何回も何回も繰り返して、乾くのに約2日待ちました。まあ、1日でもね、乾くんですけど、ちょっとプニプニしてるんで、完全にね、カチカチに乾かすためには、私はね、今回2日置きました。はい、そんな感じでね、一応モリモリちゃんが完成です。で、ここで出てくるのがペン、この子ですね。この子ね、700円ぐらいで、まあそんなにね、めちゃめちゃ高いわけでもないので、まあちょっとしたアクセントとか、まあ、絵のね仕上げに使ったりとかするのにかなり優秀。結構使いますね、これは。使いますてか使ってますね。で、ゴールドなんですけど、他にもね、ブラックとかシルバーとか、あとなんかシャンパンゴールドみたいな、ちょっと明るいゴールドもあったりとか、色の種類がね、めちゃめちゃあるのでおすすめ。で、完全に乾くとこんな感じでね、なんかガリガリするような、あの爪でガリガリしても全然問題がない、もうめっちゃ固く固まります。はい、そんな感じで、あのさっきね、作ったモリモリちゃんの上に、その花びらのね、アウトラインを描いていくような感じで、今回は描いてます。まあ、もちろんね、ペン単体で黒背景に絵を描いてもかっこいいし、あとはね、グラスとかガラスに描いてるのもありましたね。まあ、だから、キャンバス以外にもいろんなところで活躍してくれるペンだなというふうに思います。まあ、アイシングクッキーとか得意な人はね、めちゃめちゃいい感じになるんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じで完成です。結構ね、高級感も高まるし、おすすめですよ。はい、じゃあ概要欄に貼っておきますので、興味ある人は見てみてください。じゃあ、バイバイ。